強さが違いますよ。選手カードをスキャンしてね。キャプテンカードを使うなら1枚目にスキャンするんだ。選手カードがない場合や選手カードをスキャンして選手カードをスキャンしてフィールドに置くんだ。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 このチームでいいかな。よし、思いっきりやろうぜ、ゴーエンジ。ああ、もちろんだ、エンド。君たちのチャンスボール。攻撃に参加するカードを攻撃参加ゾーンに移動させよう。赤いカードは赤いゴールエリアに、青いカードは青い攻撃エリアに配置すると有利だ。作戦決定。作戦勝ちか。右サイドはフリーだ。相手のアビリティ発動。相手のアビリティ発動。厳しい展開か。だが諦めるには早いぞ。これは作戦勝ちか。フリーで攻め上がる。フリーから楽々とパスを回していく。ラストリゾート。どちらが落ちきるのか。ゴールならず。キーパーゴールを許さない。どちらも引けを取らない、いい勝負だ。相手チームの防御に参加するカードを作戦決定。相手の動きを読み切っていた。君のアビリティ発動。君のアビリティ発動。攻防が繰り広げられるのでしょうか。これがラストチャンスか。相手チームの攻撃だ。ここで立ちふさがるディフェンダー。君のアビリティ発動。おっと、ボールがこぼれた。君のアビリティ発動。ここでゾーンオブペンタグラムだ。Thank you.
三連打でシュートを防げ。どちらが押し切るのか。ゴールは俺が守る。キーパーゴールを許さない。ここでカウンター。君のチームの逆襲だ。君のアビリティ発動。シュートするカードを相手ゴールエリアに入れて赤ボタンを押すんだ。君のチームのカウンター。速攻で攻め上がる。ラストリゾート。相手のアビリティ発動。ボタン連打でシュートを決めろ。どちらが押し切るのか。強力なシュートがゴールに突き刺さった。俺一人の力じゃない、チーム全員が連携した力だ。終わりを告げる笛の音が鳴ってしまった。接戦を制したのは君のチームだ。今回の結果だ。今回獲得した経験値です。アバターのカスタマイズをします。変更したい項目を選んでくださいね。変更したいユニフォームを選んでくださいね。アバターのカスタマイズを終わりにします。データを書き込んでいます。クラブカードを動かさないでください。書き込みが完了しました。また遊んでね。待ってるよ。